んにちは、ゆくれやです。今回は前回アップしたアミクルムガマグチの斜めヘリンボーンの編み方を、ちょっと前回は分かりにくかったかなと思ったので、スタートのところからゆっくり編み方を紹介したいと思います。前回この大人グラデーションで編んだので、ちょっと見えにくいっていうのもあったと思うし、私の説明も下手なくせに途中のところから少しだけ説明してたので、今回はもっと分かりやすく説明できたらなと思って動画を撮っています。で、なぜ撮り直そうかなと思ったかというと、あの手で芸をするコミーさんが私の動画のこの斜めヘリンボーンを気に入ってくれて、動画にしてくださったんですが、最後まで見たんですけど、コミーさんはネイビーの糸で編んでたので、途中のところで何度も可愛いでしょ、可愛いでしょってこうアップにして編み地を写してくださってたんですけど、最初ちょっと見えにくくて、で、最後の方でもう一度編み地を写してくれた時に、あれ、なんか私が編んだ斜めヘリンボーンと違うぞと思ってなんかよく見てみたら、私のこの斜めヘリンボーンは左上にねこう進んでいくんですけど、コミーさんのはなぜか右上に進んでいっててどうしてそうなったのかちょっとわからないんで、多分後から検証動画が出るかな出るかなと思うんですけど、詳しい内容はまずコミーさんが動画にしてくださった斜めヘリンボーンを見てみてくださいで、動画の中でもすごいこのね編み模様が気に入ったって、可愛いって興奮したって言って、すごく楽しそうに編んでくださってたので、私ももう本当に嬉しくてずっとニヤニヤしながら見てたんですけど、で、極めつけに最後は斜めヘリンボーンのことを裏ヘリンボーンとおっしゃってましたなんかそういうところもすごいチャーミングで、そんなコミーさんが大好きなんですけどきっと私の説明とあと糸の感じもね見えにくかったので、分かりにくかったかなと思って、また一から分かりやすく説明できたらなと思っています。で、もう一度斜めヘリンボーンを紹介し直しますが、この斜めヘリンボーンは私輪で編む編み方しか分からなくて、往復編みはちょっと紹介できないんですが、輪で編んで、今私はちょっと簡単に説明するために輪にしてますけど、四角い底でも丸い底でも何でもいいです、楕円でも。編んだらその後増減なしで2段編みます。今回私は説明で分かりやすくするために3段編んでありますが、増減なしで2段編んだら鎖1で立ち上がって根元に細編みを1回、2回、細編み2回したら、ここ
1個目の細編みに分からなくなると困るのでマーカーをつけておきます。これチロルちゃんがくれたかわいいマーカーですそしたら1個目の細編みの足元、ここにここですね、ここに針を入れて糸をかけて持ってきて横にぐいっとこの糸を伸ばします。そしたら本来ならここに針を入れるんですが、ここじゃなくて2段下の細編みの足元、2段下に針を入れて糸を縦にぐーっと伸ばして、で針に3本かかっているのを一気に引き抜きます。大きく2面一度する感じです。細編みの2面一度は針を入れて糸を持ってきて、そして次の目にも針を入れて糸を持ってきて3本かかっているのを一気に引き抜きます。これが細編みの2面一度なんですけど、2面一度をした時のこの糸の感じ、これも同じですね。大きく2面一度しただけです。なので覚えてしまえばすごく簡単なんですけど、ちょっと私の下手な編み図で説明すると、鎖1で立ち上がって細編みを1、2、細編み2回したら1個目の細編みの足元に針を入れて糸を持ってきて、そして2段下の細編みの足元に針を入れて糸を持ってきて2目一度です。ここでね、2目一度ずっとこれを繰り返すだけです。では続きをやります。細編み1、2、1個目の細編みの足元に針を入れて糸をかけて伸ばしてきて、2段下1個2個、2段下の細編みの足元に針を入れて糸を伸ばしてきて3本一緒に引き抜く。細編み1回、2回、1個目の細編みの足元に針を入れて糸を持ってきて伸ばして、2段下の細編みの足元に針を入れて糸をかけて持ってきて3本一緒に引き抜く。細編み1回、細編み2回目、1回目の細編みの足元に針を入れて糸をかけて持ってきて、2段下の細編みの足元に針を入れて糸を持ってきて3本一緒に引き抜く。ずっと繰り返します。
れは結構使う糸によって表情も全然変わると思うので、すごく楽しい模様だと思います。コミさんも言ってたけど編んでて楽しいと思います。はい、で最後編んじゃった。最後編み終わったら一番最初につけたマーカーの一番最初の細編みですね、このマーカーを外して、この1個目の細編みを無視して2個目の細編みの頭に針を入れて引き抜きます。ここを間違えないように。そうするとちょっとね後ろで重なるんですけど、最初だけ立ち上がりが隠れます。もう一度やりますね。1個目の細編みを無視して2つ目の細編みの頭に針を入れて引き抜きます。これで輪をつなげて1段目ができました。1段目というか、ね、模様編みの1段目で、2段目いきます。鎖1で立ち上がって根元に細編み1、次も細編み、細編み2回したら1回、このタイミングはいつでもいいです。1回目でつけてもいいです。1個目の細編みの頭にマーカーをつけておきます。わかる方はつけなくても大丈夫です。そしたら1個目の細編みの足元に針を入れて糸を持ってきて、次2段下、ちょっとねわかりにくいかもしれないんですけど、2段下ここに針を入れて糸を持ってきて一緒に引き抜く。細編み1回、2回したら1個目の細編みの足元に針を入れて糸を伸ばして、2段下の細編みの足元に針を入れて糸を伸ばして3本一緒に引き抜く。細編み2回、1回目の細編みの足元に針を入れて糸を伸ばして、2段下の細編みの足元に針を入れて糸を伸ばして3本一緒に引き抜く。ちょっと模様になってきました。ずっと繰り返します。細編み2、1回目の細編みの足元に針を入れて糸を伸ばして、2段下の細編みの足元に針を入れて糸を伸ばして3本一緒に引き抜く。細編み2、1、2、細編み1個目の細編みの足元に針を入れて糸を伸ばして、 2段下の細編みの足元に針を入れて糸を伸ばして3本一緒に引き抜く。最後まで、段の終わりまで繰り返して編んでいきます。最後の方になってきました。細編み1、2、ちょっと入れるとこ間違えたな、2、そしたら
1個目の細編みの足元に針を入れて糸を伸ばして、一番最初のこのマーカーを取って、マーカーを取って、このマーカーを取った一番最初の細編みは無視して、この1個目の細編みの2段下、ここですね、この横糸をビョーンと伸ばし始めた横糸の始まりのところに針を入れて、糸を持ってきて伸ばして3本一緒に引き抜きます。これで最後の目です。そしたらさっきマーカーをがついてたのはここ、今これ隠すんですけど、隠れるところ無視して、2つ目の細編みの頭に針を入れて糸を引き抜きます。これで立ち上がりがどんどん隠れていきます。では3段目もやってみます。鎖1で立ち上がって、根元に細編み1、1個目の細編みの足元に針を入れて糸を伸ばして、2段下、3段目くらいからです。3段目からですね、この2段下の横糸がピョンと伸びているこの始まりのところ、ここに針を入れて糸を伸ばして3本一緒に引き抜く。細編みを2回したら、1回目の細編みの足元に針を入れて糸を伸ばしてきて、2段下の横糸のこの始まりのところ、ここに針を入れて糸をかけて持ってきて3本一緒に引き抜く。細編みを2回したら、1回目の細編みの足元に針を入れて糸を伸ばしてきて、2段下のこの横糸の始まりのところに針を入れて糸を伸ばしてきて3本一緒に引き抜く。足元に針を入れて糸を伸ばしてきて、2段下のこの横糸の始まりのところに針を入れて糸を伸ばしてきて3本一緒に引き抜く。細編み2回、1回目の細編みの足元に針を入れて糸を伸ばしてきて、2段下のこの横糸の始まりのところに針を入れて糸をかけて持ってきて3本一緒に引き抜く。ずっとこれの繰り返しです。最後の方まで編んでいきます。これが一番最初の1個目の細編みです。これを無視して、無視してというか、この2段下ですね、この1個目の
個目の足元から糸を伸ばしてきて、2段下から糸を伸ばしてきて、3ついっぺんに引き抜く、これの繰り返しなので、覚えてしまえば本当に簡単だと思います。で、前回より詳しく、編み方を説明してみました。私の説明でこれで分かっていただけるとありがたいんですけど、はい、ということで今回は斜めヘリンボーンの編み方をゆっくりやってみました。ぜひこの模様でいろいろ編んでみてください。今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。ではまた、次回の動画で。じゃあねー。